プロデューサー、今ちょっといい？聞きたいことあるんだけどさ。雑誌の撮影で使う服を買いに来てるんだし、プロデューサーの意見も聞かせてほしいんだよね。そうそう、その意気。じゃ、片っ端から見ていくよ。まずは、あのショップから。プロデューサー、早く早く。ここら辺はプチプラ系のショップが多いからね。ファストファッションってやつ。お高めのブランド物とかはこのフロアには入ってないかな。分かってないな、プロデューサー。私は雑誌の特集だからプチプラを選んでるの。そりゃお高めのブランドはおしゃれだし、みんな憧れると思うけどさ。このファッション誌ってティーンの女の子がターゲットでしょ。そのくらいの子が買える服でコーデしないと読者のみんなが真似できないじゃん。雑誌に載ってるコーデ超可愛いのに高すぎて真似できないとかつまんないしね。まあね。そんなことより早く服見に行こう。私が本当に着たい服か。プロデューサーはどんな服の女の子が好きなの？じゃあ私はギャル系の服が似合ってるから今のままで可愛いって感じ。ありがとう。例えば私が普段と違うちょっと冒険した服を着てても。それはもちろん全力でギャル化粧。可愛くて元気な激ヤバコーデしちゃうんだから。さあショッピングショッピング、プロデューサー行くよ。